やっと帰ってきたか。ボルト。いや、それがよ。今日は親子の日だろ?寝てなくてよ。今がずっと待ってんだから。今日は頼むぜ。おい、ボルト。お前も一緒に、あれはこれから修行で忙しい。ただいま。待ってるって、こういうことか。あ、パパ、おかえり。あのね、今日はお願いがあるの。お願い? キュービーのクラーマ?だから今から少し寝かせてくれ。けどよ、起きたら買いに行こうな。これは早く行かねえと売り切れちまうかもしんねえな。今から行くぞ。キュービーのヨーコっていう狐さんを育てるおもちゃだよ。その狐の名前がクラーマ? 赤ん坊を見てえだな。クラーマってやつ。おい、誰が赤ん坊だって?いや、おもちゃの話だってばよ。これ全員クラーマが目当てなのか。これは俺が来たって知れたらパニックでやべえことになっちゃう。ちょっとごめんよ。邪魔邪魔。誰もパパに気づいてないね。あ、ナルトじゃねえか。よ、キバ。 ああ、こいつは母ちゃんと同じ大葉っぱだった人間使いの牙だ。まあ前に会った時はアケマルくらいの大きさだったもんな。大きいのがアケマルで、ちっこい方がアケマルってんだ。ここにいるってことはお前んとこもクラーマが目当てか。ああ、ヒマが欲しいみたいでな。そっちはどうなんだ。こっそり送ってやったら喜ぶんじゃねえかと思って。 それって彼女へのサプライズプレゼントってことか。キバもシノも一人身じゃ、ひなたが心配すっからな。お先に。パパも早く。売り切れてやがった。よっしゃ、早く早く。ほら、これがお待ちかねのクラーマだ。 あちゃー。ん?どうしたんだよ、二人とも。宿泊?こうなったら多重影分身の術、起きろよ。お兄ちゃんより少ない、しかも寝てる。俺が手貸してやる。え、いいのか?よし、 行くぞ、おめえら。よし、俺たちも行くってばよ。ほら、早く乗れ。父ちゃんは早いからな。クラーマがここにあると思う?いろんな店回ってみたけど、全然なくてよ。だからって花屋に来る?俺、ひまわりちゃんに。うん、いやー、かわいい。もう一本おまけしちゃう。ありがとう。 これで様にならないよ。そこか。似合ってっかな。ねえパパ、このお店は?ん?ここって確か。お、テンテン、久しぶり。もしかしてひまわりちゃん?大きくなったわね。なんだこれ? 親子の日だからこの親子っぽい区内入荷したんだけど全然売れない。それよりクラーマ、これってあれかな、時代遅れの人具屋なんてとっとと店じまいしておもちゃ屋になれってことかな。この親子っぽい区内買うってだよ。そちらのお嬢さんに。こんだけ探してもねえなんて。 やべえぞこりゃ。ごめんな、クラーマ買えなくて。ううん、今日はパパといろんなところに行けてパパが買ってくれたこれ大事にするね。だから本当に今日はありがとう。よし、このまま家まで出した。